本家本元日本史一問一答聞き流し動画。本家本元日本史一問一答聞き流し動画2024改訂版リリース開始。大学受験で必ず知っておきたい重要用語が、定期テストで必ず狙われる重要用語が、聞き流しで一気に学べます。日本史一問一答のトップシェア、東進ブックス日本史一問一答完全版の著者、金谷俊一郎先生の完全監修だから、定期テストに役立つ、受験に役立つ、大人の学び直しに役立つ一本です。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。現在知られている最も古い人類は何か。エンジン。エンジンの次に現れた人類のことを何というか。原人。人類の直接の祖先にあたる人のことを何というか。新人。後進生は寒冷な時代であったため何時代と呼ばれていたか。氷河時代。後進生の人類が使用していた石を打ち砕いただけの石器を何というか。打製石器。打製石器を使用していた時代を何時代というか。旧石器時代。日本における旧石器文化の存在を明らかにした群馬県の遺跡を何というか。岩宿遺跡。旧石器時代の人々の主な食料獲得手段を2つ答えよ。狩猟、採集。今からおよそ1万6000年前あたりから日本で起こった文化を何というか。縄文文化。表面に細い縄を転がして模様をつけた土器のことを何というか。縄文土器。寒辛生以降によく見られるようになった石の表面を磨いた石器を何というか。磨製石器。磨製石器が用いられた時代を何時代というか。新石器時代。人々が食べたものなどが堆積して作られた縄文時代の遺跡を何というか。貝塚。縄文人が居住した地面を掘り下げ柱を立てて屋根を吹いた住居を何というか。縦穴住居。青森県にある世界遺産に指定された大型住居のある遺跡を何というか。三内丸山遺跡。あらゆる自然現象や自然物に霊魂が宿ると信じられている考えを何というか。アニミズム。縄文時代に作られた女性をかたどった呪術道具を何というか。土偶。縄文時代に作られた男性の生殖器を表現したものを何というか。石棒。縄文時代に行われた青年儀式の風習を何というか。抜歯。縄文時代特有の埋葬方法を何というか。屈葬。農耕文化が形成されてから古墳が作られるようになるまでの時代の文化を何というか。弥生文化。弥生文化の時代に作られた土器を何というか。弥生土器。弥生文化が始まった頃に伝えられたとされる農耕技術を何というか。水稲耕作。泡を栽培する農耕文明が生まれた中国の河川の名は何か。黄河。稲を栽培する農耕文明が生まれた中国の河川の名は何か。
兆候。金属器のうち主に祭りごとの道具として用いられたものは何か。青銅器。金属器のうち主に武器として用いられたものは何か。鉄器。弥生時代、収穫物を湿気から守るために作られた貯蔵施設を何というか。高床倉庫。近畿地方を中心に分布する釣り鐘型の青銅器を何というか。銅鐸。紀元前1世紀頃、日本のことは中国から何と呼ばれていたか。和。福岡県で発見された那国の王に授けられたとされる印のことを何というか。金印。金印にはどのような文字が刻まれていたか。漢の和の名の国王。3世紀の日本のことが記された中国の歴史書は何か。魏志倭人伝。3世紀中国は分割されていたが、その時代のことを何というか。三国時代。3世紀分割されていた中国の国名をすべて答えよ。魏呉蜀。魏志倭人伝に記されている30余りの小国の中心となっていた国は何か。邪馬台国。邪馬台国の女王は誰か。卑弥呼。卑弥呼の死後、邪馬台国の王となった女性は誰か。伊予。邪馬台国の所在地について2つの説があるが、その2つの説を答えよ。近畿説、九州説。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。和と高句麗が交戦したことが記されている石碑を何というか。高街道王碑、または高台王碑。5世紀頃、朝鮮半島から海に渡って日本列島にやってきた人々のことを何というか。渡来人。3世紀後半以降、西日本を中心に出現した大規模な古墳を何というか。前方後円墳。古墳とともに埋葬される品々のことを何というか。副葬品。古墳の墳丘上に並べられたものを何というか。埴輪。前期の古墳に多く埋葬された銅鏡を何というか。三角縁神獣鏡。古墳時代中期に造営された最大規模を持つ古墳を何というか。大仙陵古墳。古墳時代に行われていた豊作を祈る春の祭りのことを何というか。年越いの祭り。古墳時代に行われていた秋の収穫を感謝する祭りのことを何というか。新嘗の祭り。鹿の骨を焼いてその割れ目から吉凶を占う方法を何というか。太まにの法。熱湯に手を入れさせ手がただれるかどうかで真偽を判断する方法を何というか。九形。奈良県を中心に4世紀頃形成された政治連合を何というか。大和政権。大和政権の中心となる王を何というか。大君。今チャンネル登録と高評価を
よろしくお願いします。6世紀末、南北朝を統一した北朝から出てきた国を何というか。隋。6世紀、物部氏とともに大和政権で力を持っていた豪族は何氏か。蘇我氏。日本最初の女性の天皇は誰か。推古天皇。推古天皇の甥で、推古天皇の下で政治を行った人物は誰か。聖徳太子、または馬谷東王。推古天皇の下で政治を行った蘇我氏の人物は誰か。蘇我の馬子。能力や功績のある人を大事な仕事につけるため、聖徳太子を中心に行われた政策は何か。冠位12回。聖徳太子が中心となって定めた役人の心構えを記したものは何か。17条憲法。17条憲法では何を重視することが記されたか。仏教。7世紀初頭、中国に派遣された使いのことを何というか。遣隋使。607年、聖徳太子が隋に派遣した使いは誰か。小野妹子。7世紀前半を中心とした日本最初の仏教文化を何というか。飛鳥文化。聖徳太子が建立した飛鳥文化の中心となった寺院は何か。法隆寺。法隆寺金堂にある飛鳥文化を代表する仏像は何か。釈迦三尊像。飛鳥文化を代表する法隆寺にある仏像は何か。弥勒菩薩像。飛鳥文化が影響を受けた中国よりも西方の地域を2つ答えよ。インド、西アジア。7世紀初め、隋を滅ぼして中国を統一した国はどこか。唐。日本が7世紀半ば以降中国に送った使いを何というか。遣唐使。7世紀頃より大和政権は何と呼ばれるようになったか。朝廷。蘇我氏を滅ぼした皇族は誰か。中大兄皇子。中大兄皇子と共に蘇我氏を滅ぼした人物は誰か。中富の鎌足。蘇我の馬子の子で中大兄皇子らに滅ぼされた人物は誰か。蘇我の恵美氏。蘇我の馬子の孫で中大兄皇子らに滅ぼされた人物は誰か。蘇我のイルカ。中大兄皇子は蘇我氏の影響力を弱めるためどこに都を移したか。何は。土地と人々を直接国家が支配するやり方を何というか。高知公民。日本で最初の元号は何か。大化。蘇我氏滅亡後に行われた政治改革を何というか。大化の改新。7世紀後半、日本が唐と新羅の連合軍に敗れた戦いを何というか。
白村江の戦い。中大兄皇子は即位して何天皇となったか。天智天皇。中大兄皇子はどこに都を移して天皇に即位したか。近江。日本で最初の全国的な戸籍を何というか。庚午年籍。中大兄皇子が亡くなった後に起こった皇位継承争いを何というか。壬申の乱。壬申の乱で勝利した人物は誰か。大海人皇子。壬申の乱に勝利した人物は何天皇となったか。天武天皇。天武天皇の死後、即位した皇后は誰か。持統天皇。持統天皇が完成させた日本で最初の本格的な都を何というか。藤原京。7世紀後半から8世紀初頭にかけての文化を何というか。白鳳文化。天武天皇によって建立された白鳳文化を代表する寺院を何というか。薬師寺。白鳳文化期を代表する男性万葉歌人を一人答えよ。柿の本の人まろ。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。701年に完成した唐の律令に習った法律を何というか。大法律令。律令国家の政治の中心は誰か。天皇。豪族は律令国家で何と呼ばれるようになったか。貴族。太政官で会議を行った上級貴族のことを何というか。公卿。全国の地方行政区画のうち近畿地方を中心とする地域を何というか。畿内。全国の地方行政区画のうち畿内以外の地域を何というか。七道。律令国家で国ごとに置かれた役所を何というか。国府。国府のトップで中央から派遣されたもののことを何というか。国司。律令国家では国はいくつかの何に分けられたか。軍。軍のトップで地元の豪族から選ばれたもののことを何というか。軍事。律令国家で軍の下に置かれた行政区画を何というか。理。九州に置かれた外交や防衛を行う機関を何というか。太宰府。兵士のうち京の警備に当たったもののことを何というか。江治。兵士のうち九州北部の警備に当たったもののことを何というか。先森。8世紀唐に倣って発行された貨幣を何というか。和道開珎。710年唐の都に倣って奈良盆地北部に作られた都は何か。平城京。平城京は唐の都のどこに倣って作られたか。長安。平城京の北部にある天皇の住居や役所が置かれた場所を何というか。
平城宮。平城京に都があった時代を何時代というか。奈良時代。律令国家は東北地方に住む人々のことを何と呼んだか。恵比氏。律令国家は九州南部に住む人々のことを何と呼んだか。隼人。723年に出された自分で開墾した土地を一定期間自分の持ち物にして良いと認めた法律は何か。三世一審の法。743年に出された開墾した土地を永久に自分のものにして良いという法律のことを何というか。墾田永年私財法。貴族や寺社などの私有地のことを何というか。荘園。奈良時代の文化は何天皇の時代を中心に栄えたか。聖武天皇。奈良時代の文化を何文化というか。天平文化。仏教の力で国を平安にしていこうという考えを何思想というか。鎮護国家思想。741年に出された国ごとに寺院を建立することを命じた法令を何というか。国分寺建立の御事の理。743年に出された金堂像の造立を命じた法令を何というか。大仏造立の御事の理。奈良時代、民衆への布教を行った僧侶は誰か。行基。唐の高僧で日本に戒律を伝えた人物は誰か。鑑真。鑑真の開いた寺院は何か。東照大寺。奈良時代に編纂された神話や伝説などを中心にまとめた歴史書を何というか。古事記。奈良時代に編纂された天皇の歴史を中心にまとめた歴史書を何というか。日本書紀。奈良時代に作られた各地の自然や産物や言い伝えなどを記した書物を何というか。不土記。8世紀後半、大友のやかもちらによってまとめられた和歌集を何というか。万葉集。天平文化の宝物を収めた蔵のことを何というか。正倉院。正倉院はどこの寺院にあるか。東大寺。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。8世紀末、京都に都を移した天皇は誰か。桓武天皇。784年、都はどこに移されたか。長岡京。長岡京遷都の10年後の794年、都はどこに移されたか。平安京。平安京を都とした時代を何時代というか。平安時代。東北地方で朝廷に従わない人々のことを何というか。恵比氏。桓武天皇が恵比氏の平定のため置いた役職を何というか。征夷大将軍。
桓武天皇が征夷大将軍に任命した人物は誰か。坂の上の田村麻呂。平安時代初期の文化のことを何文化というか。弘仁貞観文化。比叡山に延暦寺を建てて新しい宗派を開いた人物は誰か。最澄。最澄が開いた宗派を何というか。天台宗。最澄が比叡山に開いた寺院を何というか。延暦寺。高野山に金剛峯寺を建てて新しい宗派を開いた人物は誰か。空海。空海が開いた宗派を何というか。真言宗。空海が高野山に開いた寺院を何というか。金剛峯寺。大日如来の奥深い秘密の教えを何というか。密教。祈祷や念仏によって神仏から授けられるこの世での幸せを何というか。現世利益。密教で盛んに行われた祈りの形を何というか。家事祈祷。一本の木材から像を掘り出す技法を何というか。一木作り。密教世界を独特の構図で描写したものを何というか。曼荼羅。平安時代初期の東風書道の名手を総称して何というか。三筆。仏教と神道が混じり合う現象のことを何というか。神仏集合。9世紀半ば貴族で摂政となった人物は誰か。藤原良房。894年に遣唐使派遣の延期を提案した人物は誰か。菅原道真。平安時代、絶大な権力を持っていた貴族は何氏か。藤原氏。幼い天皇の代わりに政治を行う役職を何というか。摂政。成人した天皇を補佐する役職を何というか。関白。摂政や関白が政治の中心となる政治のことを何というか。摂関政治。11世紀前半、摂関家の内部争いを終わらせ力を握った人物は誰か。藤原の道長。藤原の道長の息子で摂関政治の全盛期を築いた人物は誰か。藤原の頼通。10世紀後半、中国を統一した王朝は何か。宋。10世紀前半、新羅を滅ぼして朝鮮半島を統一した王朝は何か。高麗。10世紀後半以降の日本と中国との貿易を何というか。日宋貿易。唐が衰退した結果誕生した日本にあった文化のことを何というか。国風文化。9世紀に誕生した漢字を変形させた文字を何というか。仮名文字。10世紀初頭に醍醐天皇の命で完成した和歌集を何というか。古今和歌集。古今和歌集の主な編纂者は誰か。紀貫之。源氏物語の作者は誰か。紫式部。枕草子の作者は誰か。
清少納言。一つ一つの建物が廊下で結ばれて庭や池が作られた平安時代の貴族の住宅を何というか。神殿造り。平安時代の貴族の女性の正装となった女房装束のことを何と呼ぶか。十二一重。室内の屏風や襖に描かれた日本の風景を描いた絵のことを何というか。大和絵。平安時代に宮中で盛んに行われていた季節ごとの行事のことを何というか。年中行事。死後極楽浄土に生まれ変わりたいと願う信仰のことを何というか。浄土信仰。浄土信仰では何を唱えると極楽浄土に生まれ変われると考えられていたか。念仏。10世紀半ば、平安京の位置で念仏を進めた人物は誰か。空也。釈迦が亡くなって2000年後に仏法が行われなくなる時代が来るとする思想を何というか。末法思想。浄土信仰では何にすがれば極楽浄土に生まれ変われると考えられていたか。阿弥陀如来。藤原の頼通が宇治に作らせた阿弥陀堂の代表的な建築物のことを何というか。平等院鳳凰堂。自分の土地を守るなどの理由で武装化したもののことを何というか。武士。地方の武士は一族や家来を率いて何を形成するようになったか。武士団。10世紀前半、関東で地元の武士団を率いて反乱を起こした人物は誰か。平将門。天皇の子孫で多くの武士団を率いるようになった一族を2つ答えよ。源氏と平氏。前九年合戦、後三年合戦を平定して東日本で大きな力を持つようになった人物は誰か。源義家。後三年合戦で勝利した奥州の豪族は誰か。奥州藤原氏。奥州藤原氏は岩手県のどこに拠点を持ったか。平泉。後三条天皇の子で院政を始めた人物は誰か。白河天皇。上皇が政治を動かす体制のことを何というか。院政。上皇の命令を何というか。院前。12世紀前半、瀬戸内海の海賊を沈めて西日本で力を持つようになった一族は何か。平氏。白河上皇の死後院政を行った人物は誰か。鳥羽上皇。鳥羽上皇の死後院政を行った人物は誰か。後白河上皇。武装した僧侶のことを何というか。僧兵。鳥羽上皇の死後起こった院政の継承争いを何というか。保元の乱。保元の乱で
後白河天皇に協力した平氏の代表的な人物は誰か。平の清盛。保元の乱で後白河天皇に協力した源氏の代表的な人物は誰か。源の義朝。1159年に起こった後白河上皇の側近同士の争いを何というか。平治の乱。平清盛が武士として初めてついた官職は何か。太政大臣。日宋貿易を盛んにするため平清盛が修理した摂津の港を何というか。大和田の泊まり。平清盛が瀬戸内海の航海の安全を祈るために整備した神社は何か。厳島神社。伊豆で平氏打倒の兵を挙げた人物は誰か。源頼朝。木曽で平氏打倒の兵を挙げた人物は誰か。源義仲。源頼朝の弟で平氏を滅ぼした人物は誰か。源義経。平氏が滅亡した戦いのことを何というか。壇の浦の戦い。院政期を代表する説話集は何か。今昔物語集。絵と言葉書きを織り交ぜながら時間の進行を表現したものを何というか。絵巻物。藤原清衡が建立した平泉にある浄土信仰を示したお堂を何というか。中尊寺金色堂。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。荘園や公領ごとに置かれ、土地の管理を行った鎌倉幕府の役職は何か。地頭。鎌倉に開かれた武士政権のことを何というか。鎌倉幕府。鎌倉に幕府が置かれていた時代を何時代というか。鎌倉時代。1192年、頼朝は何に任命されたか。征夷大将軍。将軍と主従関係を結んでいる武士のことを何というか。御家人。御家人の持っている領地の支配を保障したり、新しい領地を与えたりすることを何というか。御恩。御家人が幕府のために警備を行ったり、戦ったりすることを何というか。奉公。鎌倉幕府に見られる土地を仲立ちとした主従関係を基準にした制度を何というか。封建制度。頼朝が亡くなった後、鎌倉幕府の実権を握った有力御家人は誰か。北条時政。政所の長官のことを何というか。執権。執権を中心に有力御家人が話し合う政治のことを何というか。執権政治。源氏が滅亡した時の将軍は誰か。源実朝。源氏の滅亡をきっかけに幕府を倒そうと兵を挙げた人物は誰か。後鳥羽上皇。幕府が京都に兵を送り後鳥羽上皇の軍勢を破った戦いのことを
何というか。承久の乱。承久の乱当時の鎌倉幕府の執権は誰か。北条義時。承久の乱の結果、後鳥羽上皇はどこに流されたか。隠岐。承久の乱後、京都に置かれた朝廷を監視するための機関を何というか。六原丹大。鎌倉幕府の政治判断の基準となる法典を何というか。御成敗式目。御成敗式目は武士社会の何に基づいた内容であったか。慣習。御成敗式目の適用範囲を答えよ。御家人のみ。鎌倉時代の武士が住んだ住居の作りを何というか。武家作り。武士の一族の中心となる人物を何というか。僧侶。鎌倉時代の一般的な相続方法はどのようなものであったか。分割相続。同じ土地に米と麦を交互に植えるやり方を何というか。二毛作。鉄製の農具を製作する手工業者のことを何というか。鍛冶屋。鎌倉時代の染め物業者のことを何というか。高野。寺社の門前などに定期的に開かれた市のことを何というか。定期市。鎌倉時代になって遠隔地との代金決済に利用されるようになったものは何か。為替。鎌倉文化の担い手はどのような身分の人か。貴族と武士。鎌倉時代に宋の建築様式を取り入れて再建された東大寺の建築物は何か。東大寺南大門。東大寺南大門の建築様式を何というか。大仏様。禅宗の建築様式のことを何というか。禅宗様。東大寺南大門に安置された代表的な仏像は何か。金剛力士像。東大寺南大門の金剛力士像は誰の作品か。運慶、快慶。鎌倉時代に描かれるようになった写実的な絵画のことを何というか。似世絵。崇拝の対象となった禅宗の思想の肖像画のことを何というか。鎮蔵。後鳥羽上皇の命で編纂された和歌集を何というか。新古今和歌集。新古今和歌集の編者で日記「明月記」を記した人物は誰か。藤原の定家。新古今和歌集に最も多く歌を残し「三歌集」という和歌集を残した人物は誰か。西行。随筆「北条記」を通じて人の世の儚さを描いた人物は誰か。鴨の長明。随筆「つれづれ草」で
鎌倉の人々の生活をリアルに描いた人物は誰か。健康奉仕。平家の滅亡を記した軍記物語を何というか。平家物語。鎌倉幕府の歴史書を何というか。吾妻鏡。鎌倉時代に北条氏一門が作った和漢の書籍が集められた施設を何というか。金沢文庫。南無阿弥陀仏さえ唱えれば極楽浄土に生まれ変われると説いて浄土宗を開いた人物は誰か。法然。法然の弟子で後に浄土真宗の開祖とされた人物は誰か。親鸞。煩悩の深い人間こそが阿弥陀仏の救いの対象であるという教えを何というか。悪人正気。踊りながら念仏を唱えることを主張した人物は誰か。一辺。一辺の開いた宗派を何というか。次宗。南無妙法蓮華経を唱えれば救われると説いた人物は誰か。日蓮。座禅によって悟りを開こうとする宗派を総称して何というか。禅宗。臨済宗を開いた人物は誰か。栄西。曹洞宗を開いた人物は誰か。道元。禅宗はどこの国から伝えられたものか。そう、鎌倉幕府が保護した禅宗の宗派は何か。臨済宗。中世モンゴル高原にいる遊牧民族が統一して建国した国家のことを何というか。モンゴル帝国。モンゴル帝国は何世紀に誕生したか。13世紀。モンゴル帝国の建国者は誰か。チンギスハン。チンギスハンのハンは何を意味する言葉か。皇帝。モンゴル帝国のうち中国とモンゴルの地域に建国された国のことを何というか。元。元の建国者は誰か。フビライハン。元が服属させた朝鮮半島の国家を何というか。高麗。元が滅ぼしたもともと中国にあった国家を何というか。そう、モンゴル帝国は各地の民族の宗教や言語に対してどのようなスタンスを取ったか。認めた。元に伝わった西アジアの学問にはどのようなものがあるか。天文学など。元からヨーロッパに伝わった主なものを2つ答えよ。陶磁器、火薬。蒙古襲来の際の鎌倉幕府の執権は誰か。北条時宗。一度目の蒙古襲来のことを何というか。文永の役。文永の役で元軍はどこの沿岸に上陸したか。博多湾。
元軍が当時用いていた戦法はどのようなものか。集団戦法。元軍が当時用いていた火薬を使った武器のことを何というか。鉄砲。蒙古襲来に備えて博多湾沿岸に築かれた石の防壁のことを何というか。防塁。二度目の蒙古襲来のことを何というか。港湾の駅。鎌倉時代前半、御家人の一般的な相続方法はどのようなものであったか。分割相続。荘園領主や幕府に従わない武士のことを何と呼ぶか。悪党。鎌倉幕府を倒すための計画を二度行った天皇は誰か。後醍醐天皇。後醍醐天皇が流された場所はどこか。隠岐。鎌倉幕府滅亡に貢献した代表的な悪党は誰か。楠木正成。鎌倉幕府滅亡に貢献した鎌倉幕府の有力御家人は誰か。足利尊氏。鎌倉を攻めて鎌倉幕府を滅ぼした御家人は誰か。新田義貞。鎌倉幕府が滅亡したのは西暦何年か。1333年。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。鎌倉幕府滅亡後、後醍醐天皇が行った政治のことを何というか。建武の新政。後醍醐天皇は建武の新政が終わった後どこに逃れたか。吉野。14世紀後半、2つの朝廷が並び立った時代のことを何というか。南北朝時代。吉野の朝廷と京都の朝廷のことをそれぞれ何というか。南朝、北朝。足利尊氏が京都に開いた幕府を何というか。室町幕府。足利尊氏が京都に幕府を開いた時代を何時代というか。室町時代。足利尊氏の孫で室町幕府第三代将軍となった人物は誰か。足利義満。足利義満が京都の室町に建てて住んだ邸宅を何というか。花の御所。足利義満が上り詰めた貴族の最高位のことを何というか。太政大臣。室町幕府では将軍の補佐役のことを何と言ったか。慣例。慣例になる家柄のことを総称して何というか。三慣例。侍どころの長官である諸士となる家柄のことを総称して何というか。四式。14世紀後半に中国で建国された国は何か。民。民は何民族の国家か。
漢民族。明はどの国を滅ぼして中国を統一したか。元。14世紀後半頃に朝鮮や中国の沿岸で暴れ回っていた海賊集団のことを何というか。倭寇。明はどういう形式の貿易のみを認めるとしたか。朝貢形式。明との貿易で持参を義務付けられた朝貢の証となるものを何というか。漢貿。日明貿易で輸出された鉱物を2つ答えよ。銅、硫黄。14世紀末、朝鮮半島で建国された国は何か。朝鮮。朝鮮を建国した人物は誰か。李成桂。朝鮮はどの国を滅ぼして建国されたか。高麗。朝鮮との貿易は何氏を通して行われたか。宋氏。11世紀以降、琉球各地に登場した豪族を何というか。アジ。アジの拠点となった砦のことを何というか。グスク。15世紀、沖縄を統一して建国された国は何か。琉球王国。琉球王国の建国者は誰か。昭和氏。琉球王国の首都はどこか。首里。中継貿易が盛んに行われた琉球王国の港のある都市はどこか。那覇。蝦夷地。現在の北海道にいた民族を何と呼ぶか。アイヌ民族。アイヌ民族に対して本州の人々のことを何と呼ぶか。和人。同じ田畑に1年を通じて3種類の農作物を順次栽培することを何というか。三毛作。英楽通宝などの貨幣を総称して何というか。民銭。絹織物の生産を行った京都と九州の地名を答えよ。西陣。博多。中世京都を自治的に運営していた商人のことを何というか。町衆。京都の町衆が復興させた祭りのことを何というか。祇園祭り。寺院や神社の入り口の前に形成された町のことを何というか。門前町。15世紀半ば、有力守護大名が東軍と西軍に分かれて起こした反乱を何というか。応仁の乱。応仁の乱が起こった当時の将軍は誰か。足利義政。応仁の乱で東軍と西軍に分かれて対立した守護大名は何氏か。それぞれ答えよ。細川氏、山梨。一向宗の信徒たちが起こした一揆のことを何というか。一向一揆。家来が主人を倒す風潮を何というか。下克上。応仁の乱後登場した実力で国を支配していく大名のことを何というか。戦国大名。伊豆を奪って小田原を根拠地にした戦国大名は誰か。北条早雲。
関東管領の家督を継いだ越後の戦国大名は誰か。上杉謙信。甲斐の戦国大名で上杉氏と対立した人物は誰か。武田信玄。秋の国人から中国地方を代表する戦国大名になった人物は誰か。毛利元就。平地に城を築いて形成された町のことを何というか。城下町。戦国大名が自由な商取引を認めるために出した法令を何というか。楽一令。戦国大名が自らの領国を統治するために制定した法令を何というか。分国法または家法。家臣同士が自分たちで紛争を解決することを禁止した法を何というか。喧嘩両成敗。島根県にあった戦国時代を代表する銀山を何というか。石見銀山。石見銀山はどのような人々によって開発されたか。博多の商人。和歌を上下の2句に分けて交代で読んでいく歌を何というか。レンガ。南北朝の動乱を描いた軍記物語の名を答えよ。太平記。南北朝時代以降各地で行われるようになった茶を飲む集まりのことを何というか。茶寄り合い。茶の種類の飲み分けをかける掛け事を何というか。闘茶。新興武士の新しいもの好きの気質のことを何と呼んだか。バサラ。室町文化のうち足利義満の頃の文化を何文化というか。北山文化。足利義満が京都の北山に建てた別荘を何というか。金閣。幕府が臨済宗を保護するために整えた制度のことを何というか。五山の精。茶はどこの国から伝わった習慣か。そう、墨一色で描かれた絵画のことを何というか。水墨画。猿楽が芸術の域にまで高められて完成したものは何か。能。能を完成させた親子は誰か。観阿弥、世阿弥。世阿弥が表した能の理念が記された書物を何というか。風刺家伝。室町文化のうち足利義政の頃の文化を何文化というか。東山文化。足利義政が京都の東山に建てた別荘を何というか。銀閣。室町時代に生まれた住宅建築の様式を何というか。書院作り。書院作りで書や絵を飾った場所を何というか。床の間。石や砂などを用いて風景を表現する庭園様式のことを何というか。枯山水。明にわたって水墨画を学び
日本の水墨画を発展させた人物は誰か。雪舟。水墨画の描き方を大和絵に取り入れた流派を何というか。狩野派。石や木を使って作られた庭園は何と呼ばれる人たちによって作られたか。瓦物。茶室で心静かに茶を味わう茶の湯のことを何というか。侘び茶。応仁の乱の頃に登場した小風レンガを確立したレンガ師は誰か。葬儀。能の合間に演じられた笑いの要素を入れた劇のことを何というか。狂言。室町時代に流行した仮装して踊る踊りのことを何というか。風流踊り。室町時代に読まれるようになった絵入りの物語のことを何というか。おとぎ草子。室町時代に上杉氏が管理していた栃木県の教育施設を何というか。足利学校。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。日本に最初にやってきたヨーロッパ人は何人か。ポルトガル人。1543年、ポルトガル人を乗せた船はどこに流れ着いたか。種ヶ島。1543年、ポルトガル人によって日本にもたらされたものは何か。鉄砲。鉄砲の国内生産が行われた大阪府と滋賀県の地名をそれぞれ答えよ。堺。国友。1549年、日本にやってきたイエズス会の宣教師は誰か。フランシスコ・ザビエル。1549年、ザビエルが最初に来航した場所はどこか。鹿児島。キリスト教の信者のことを当時何と言ったか。キリシタン。ポルトガル人やスペイン人のことを何と呼んだか。南蛮人。ポルトガル人やスペイン人との貿易のことを何と呼んだか。南蛮貿易。南蛮貿易での日本からの主な輸出品は何か。銀。貿易の利益を求めてキリスト教徒になった大名のことを何と呼ぶか。キリシタン大名。当時教会に寄進されていた都市はどこか。長崎。長崎を教会に寄進した大名は誰か。大村住忠。キリシタンの少年4人がローマ教皇のもとに派遣されたが、その施設のことを何というか。天正遣欧使節。尾張の小さな大名から全国統一に乗り出した人物は誰か。織田信長。信長が倒した駿河の有力大名は誰か。今川義元。信長が今川義元を倒した戦いを何というか。桶狭間の戦い。信長は誰を将軍に立てることを口実に京都に登ったか。足利義昭。
信長が焼き打ちを行った寺院の名を答えよ。延暦寺。信長が鉄砲隊を使って破った甲斐の戦国大名は誰か。武田勝頼。信長が武田勝頼の軍勢を破った戦いを何というか。長篠の戦い。大名の頂点に立った信長が滋賀県に築いた巨大な城の名は何か。安土城。特権的な座を廃止することを何というか。楽市、楽座。信長を裏切り信長を自害に追い込んだ人物は誰か。明智光秀。信長は京都のどこで自害したか。本能寺。明智光秀を倒し後に天下統一を実現した人物は誰か。羽柴秀吉。後の豊臣秀吉。秀吉が拠点とした城の名を何というか。大阪城。秀吉が天皇から賜った姓は何か。豊臣。秀吉は何に任命されたことをきっかけに全国の大名に対して戦いをやめるよう命じたか。関白。秀吉の命令に従わなかった九州の戦国大名は何氏か。島津氏。秀吉の命令に従わなかったため滅ぼされた関東の戦国大名は何氏か。北条氏。秀吉は日本は何の国であると言って宣教師の国外追放を命じたか。清国。秀吉が宣教師の国外追放を命じて出した法令は何か。バテレン追放令。秀吉が発行した金貨は何か。天正大判。信長と秀吉の時代を何時代というか。安土桃山時代。桃山の名は秀吉が晩年京都に築いた城の跡地に桃が植えられたことから名付けられた。その城の名は何か。伏見城。秀吉が行った検地を何というか。太閤検地。田畑から取れる標準的な収穫量のことを何というか。石高。年貢を納める農民を登録した台帳のことを何というか。検地帳。農民の一揆を防止するため武器を取り上げることを何というか。刀狩り。武士と武士以外の人に身分が分けられることを何というか。兵農分離。秀吉が倭寇を取り締まるために出した法令を何というか。海賊取締令。秀吉は民を征服するため朝鮮に大軍を派遣した。これを何というか。朝鮮出兵。最初の朝鮮出兵を何というか。文禄の役。文禄の役で占領された朝鮮の首都はどこか。漢城。二度目の朝鮮出兵を何というか。慶長の役。16世紀後半、戦国大名や商人によって生み出された豪華な文化を何というか。桃山文化。城の襖や屏風などに描かれた絵画のことを何というか。障壁画。
ダミエを描いた狩野派を代表する画家は誰か。狩野永徳。侘び茶を完成させ信長や秀吉に仕えた人物は誰か。千利休。桃山時代に流行した三味線に合わせて踊る芸能を何というか。浄瑠璃。17世紀初め、出雲のお国が京都で流行らせた踊りを何というか。歌舞伎踊り。桃山時代に着られるようになった着物のことを何というか。小袖。16世紀後半、ヨーロッパから来航した人たちがもたらした文化を何というか。南蛮文化。桃山時代に描かれたヨーロッパ風の絵画のことを何というか。南蛮屏風。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。豊臣秀吉の死後、家康と対立し関ヶ原の戦いで敗れた人物は誰か。石田三成。関ヶ原は何県にあるか。岐阜県。関ヶ原の戦いに勝利し1603年征夷大将軍に任命された人物は誰か。徳川家康。徳川家康が開いた武家政権を何というか。江戸幕府。家康が武家政権を開いていた時代を何時代というか。江戸時代。家康の子で1605年家康から将軍職を譲られた人物は誰か。徳川秀忠。秀吉の子で大阪城に本拠地を置いていた人物は誰か。豊臣秀頼。家康が豊臣氏を滅ぼした戦いを何というか。大阪の陣。江戸幕府の支配地を何というか。幕僚。幕僚と将軍の家臣の領地を合わせると全国の石高の何分の1になるか。1/4。将軍の家臣のうち将軍に会うことができる家臣を何というか。旗本。将軍の家臣のうち将軍に会うことができない家臣を何というか。御家人。大名が支配している地域のことを何というか。藩。幕府と大名が全国を支配している体制のことを何というか。幕藩体制。大名のうち徳川家一族の大名を何というか。審判。大名のうち古くから徳川氏に従っていた大名を何というか。譜代。大名のうち関ヶ原の戦いあたりから徳川氏に従っていた大名を何というか。戸様。大名が自らの領地と江戸に1年ずつ住むことを何というか。参勤交代。参勤交代を制度化した将軍は誰か。徳川家光。幕府の政治を中心になって行っていた役職は何か。老中。老中の補佐にあたる役職は何か。若年寄。
江戸時代、寺社の管理にあたっていた役職を何というか。寺社奉行。江戸時代、町の管理にあたっていた役職を何というか。町奉行。江戸時代、財政にあたっていた役職を何というか。勘定奉行。朝廷を監視するために江戸幕府が置いた役所は何か。京都諸司大。江戸時代の支配者階級身分のことを何というか。武士。武士の特権のうち刀を携帯することを何というか。帯刀。江戸時代の身分のうち農業を中心に林業、漁業などに従事する人々を何というか。百姓。江戸時代の身分のうち手工業に従事する人たちのことを何というか。職人。江戸時代の身分のうち商人を中心とする都市に住んでいる人たちのことを何というか。町人。百姓のうち土地を持たずに小作を行う人のことを何というか。水飲み。江戸時代の村にあった連帯責任の制度を何というか。五人組。江戸時代、年貢の率が収穫高の 50% であることを何と言ったか。五公五民。オランダやイギリスの商館は長崎のどこに置かれたか。平戸。貿易を希望する大名や商人たちに江戸幕府が発行した東南アジアへの渡航許可書を何というか。朱印状。江戸幕府が渡航許可証を出して行わせた貿易のことを何というか。朱印船貿易。東南アジア各地に形成された日本人が多く移住した町のことを何というか。日本町。江戸時代初期の主な輸入品のうち中国産のものを2つ答えよ。生糸、絹織物。江戸時代初期の主な輸出品を1つ答えよ。銀。家康が出したキリスト教を禁止した法令のことを何というか。禁教令。ポルトガル人を移住させた長崎に作られた島を何というか。出島。1637年に起こったキリスト教信者による大規模な一揆のことを何というか。島原天草一揆。島原天草一揆で大将となった人物は誰か。天草四郎。1641年、幕府は何人を長崎の出島に移したか。オランダ人。キリスト教の布教を行わない新オランダのみを相手に長崎だけで貿易を行うことを何というか。鎖国。幕府がキリスト教信者を発見するために行ったことは何か。えぶみ。鎖国中、長崎で交流していた国を2つ答えよ。オランダ、中国。対馬藩はどの国と交流していたか。朝鮮。薩摩藩はどの国と交流していたか。琉球王国。松前藩はどのような人々と交流していたか。アイヌ。
17世紀前半、中国で建国された国は何か。秦は何民族が建国した国家か。女真族、もしくは満州族。朝鮮から将軍の代替わりごとに派遣された使節のことを何というか。朝鮮通信使。対馬藩の役人が行くことを許された朝鮮の地はどこか。釜山。朝鮮からの主な輸入品は生糸、絹織物以外に何があったか。朝鮮人参。薩摩藩の重要な収入源となった奄美群島の特産物は何か。砂糖、もしくは黒砂糖。江戸時代、蝦夷地の南部を支配していたのは何藩か。松前藩。17世紀後半、江戸幕府第5代将軍となった人物は誰か。徳川綱吉。将軍徳川綱吉の頃に出された動物愛護政策を何というか。生類憐れみの霊。江戸時代、長野県の木曽を中心に切り出された木材は何か。ヒノキ。江戸時代、秋田県を中心に切り出された木材は何か。杉。千葉県の九十九里浜では主に何漁が行われていたか。イワシ漁。千葉県の九十九里浜では何を使ってイワシを取っていたか。地引き網。紀伊、和歌山県や土佐、高知県では主に何漁が行われたか。2つ答えよ。捕鯨、カツオ漁。蝦夷地、北海道では主に何漁が行われたか。2つ答えよ。ニシン漁、昆布漁。江戸時代を代表する新潟県の金山は何か。佐渡金山。江戸時代を代表する島根県の銀山は何か。石見銀山。江戸時代を代表する愛媛県の銅山は何か。別紙銅山。江戸時代を代表する栃木県の銅山は何か。足尾銅山。江戸時代、全国の中心となった三つの都市を総称して何というか。三都。三都にあたる都市をすべて答えよ。江戸、大阪、京都。18世紀、江戸の人口は何万人を超えたか。100万人。江戸は将軍がいたため何と呼ばれていたか。将軍のお膝元。大阪は経済の中心であったため何と呼ばれていたか。天下の台所。京都は朝廷のある場所であったため何と呼ばれていたか。千年の都。江戸時代、絹織物の生産地として栄えた京都の地名を答えよ。西陣。江戸時代、日本海沿岸を就航していた船は何か。北前船。江戸時代、金貨、銀貨はそれぞれどこで鋳造されたか。
金座、銀座。金と銀の交換を行う商人を何というか。両替商。江戸を代表する両替商を一つ答えよ。三井家など。大阪を代表する両替商を一つ答えよ。河野池家など。江戸時代に鋳造された代表的戦果は何か。寛永通宝。江戸幕府が整備した江戸を起点とした陸上交通路を総称して何というか。五街道。東海道では新井以外にどこに関所が置かれたか。箱根。中山道では木曽福島以外にどこに関所が置かれたか。碓氷。参勤交代の際に大名が宿泊する宿のことを何というか。本陣。宿駅に置かれた一般の旅行者が利用する宿のことを何というか。旅籠。江戸時代、街道で手紙や荷物を運ぶ人のことを何というか。飛脚。17世紀末、上方を中心に誕生した新しい文化を何というか。元禄文化。浮世草子と呼ばれる小説を書いた元禄文化を代表する小説家は誰か。伊原西鶴。元禄文化を代表する人形浄瑠璃の脚本家は誰か。近松門左衛門。人形浄瑠璃の独特の節回しのことを何というか。義太夫節。坂田藤十郎、市川團十郎が行った芝居のジャンルを何というか。歌舞伎。元禄文化を代表する上方の歌舞伎役者を一人答えよ。坂田藤十郎。元禄文化を代表する江戸の歌舞伎役者を一人答えよ。市川團十郎。元禄文化の頃、俳諧を芸術の域にまで高めた人物は誰か。松尾芭蕉。風神雷神図屏風などを描いた装飾画の作者は誰か。俵屋宗達。柿つばた図屏風などを描いた装飾画の作者は誰か。尾形光琳。菱川師宣を祖とする人々の暮らしなどを描いた絵画を何というか。浮世絵。京焼の祖となった人物は誰か。野々村仁清。野々村仁清が完成させた手法を何というか。色絵。宮崎友禅が始めた染め物の技法を何というか。友禅染め。大日本史の編集を始めた水戸藩主は誰か。徳川光圀。江戸幕府第8代将軍となった人物は誰か。徳川吉宗。徳川吉宗の行った政治改革を何というか。享保の改革。吉宗はもともとどこの藩主であったか。紀伊藩主。吉宗が取り立てた人物のうち
江戸町奉行となったのは誰か。大岡忠介。吉宗が民衆の意見を聞くために設置したものは何か。目安箱。目安箱の意見に基づいて貧しい病人に医療を施す施設が作られた。その施設を何というか。小石川養生所。吉宗が江戸の防災のために組織させたものは何か。町火消し。18世紀以降、絹織物業が発展した群馬県と栃木県の地名をそれぞれ答えよ。桐生、足利。土地を借りて耕す農民のことを何というか。小作人。土地の所有者のことを何というか。地主。年貢の取り立てなどに反発して起こした実力行動を何というか。百姓一揆。民衆が米を買い占めた米問屋などを襲うことを何というか。打ち壊し。18世紀後半に老中となり、商人の力で幕府の財政を立て直そうとした人物は誰か。田沼意次。天明の飢饉の際に大噴火を起こした山の名は何か。浅間山。ラクスマンが日本に送り届けた漂流民は誰か。大黒屋光太夫。択捉島に大日本択捉の標柱を立てた人物は誰か。近藤重蔵。樺太が島であることを発見した探検家は誰か。間宮林蔵。天保の飢饉に対する幕府の対応に不満を持って反乱を起こした役人は誰か。大塩平八郎。大塩平八郎はもともとどこの役所の役人であったか。大阪町奉行所。大砲製造のための反射炉を建設した薩摩藩士は誰か。島津斉彬。幕末の政局に強い発言力を持った藩のことを総称して何というか。雄藩。18世紀頃より流行した日本人の精神を極めようとする学問を何というか。国学。国学の大成者で古事記を研究した人物は誰か。本居宣長。天皇を尊ぶ思想のことを何というか。尊王思想。尊王思想は幕末どのような運動へと発展していったか。尊王攘夷運動。オランダ語を使ってヨーロッパの学問を学ぶ学問のことを何というか。蘭学。18世紀後半完成したオランダ語で書かれた解剖書を翻訳した書物のタイトルは何か。解体新書。解体新書の翻訳者を2人答えよ。前野良沢、杉田玄白。エレキテルの実験や寒暖計の作成、西洋画を描くなど多彩な活動を行った人物は誰か。平賀源内。19世紀初期、全国の沿岸線を測量し正確な日本地図を作成した人物は誰か。伊能忠敬。19世紀前半、江戸の庶民も担い手となった文化のことを何というか。化政文化。
東海道中膝栗毛の作者は誰か。実編者一句。南宋里見八犬伝の作者は誰か。曲亭馬琴。18世紀後半を代表する信濃の俳人は誰か。小林一茶。俳諧の形式を借りて世相や風俗を風刺する歌のことを何というか。川柳。多色刷りの浮世絵版画のことを何というか。錦絵。人気の歌舞伎役者を描いたことで有名な浮世絵師は誰か。東秀斎写楽。美人画を描いたことで有名な浮世絵師は誰か。北川歌麿。富嶽三十六景の作者は誰か。葛飾北斎。東海道五十三次の作者は誰か。歌川広重。雪松図屏風など写実を重んじた絵画を残した人物は誰か。丸山応挙。尾形公庵が大阪に開いた塾の名前は何か。敵塾。シーボルトが長崎に開いた塾の名前は何か。鳴滝塾。江戸時代、庶民は読み、書き、そろばんをどこで学ぶようになったか。寺子屋。日本史一問一答トップシェア、東進ブックス日本史一問一答完全版が11年ぶりに大改訂します。3年の月日と書籍10冊分の時間と労力をかけた大改訂。改訂のポイントは1、新課程日本史探究歴史総合に完全対応。2、流れと因果関係がみるみる頭に入るレイアウト。3、耳からも復習できる朗読音声を新規制作。さらに YouTube 金谷放送と朗読娘に完全対応の一問一答聞き流し動画を公開。一問一答の完全定版日本史一問一答完全版サードエディション by 東進ブックス。収録は朗読部屋スタジオ。